ケルン版ミュンヘン版ソファに横たわるラフ、または黄金のオダリスクとは、フランソワ・ブーシェによる2枚の絵画の題名。現在は W ・リヒャルツ美術館とアルテピナ・コテークの所蔵である。これらの絵は、ブーシェのモデルとして働き、ルイ15世の愛人にもなったアイルランド王人少女、マリー・ルイーズ・オミュルフィの肖像画として描かれている。ケルン版の制作当時、オミュルフィは、 たったの十二歳であった。ルイ十五世は、ブーシェによる彼女の裸体画を見て、オミュルフィに関心を寄せた。そして1753年、オミュルフィは、同じく王の公めかけであった、ポンパドゥール夫人の開いた召喚、鹿の園に招かれることとなった。コケティッシュな少女の挑発的な姿勢によって、有縁な感のみが表現される。この作品は、コレッジョの描いたような。 性愛のテーマあるいはベネツィア派の描く女神たちの心的な美しさとはかけ離れたものである。時期にも例えられた人工的な人物像や繊細な色使いのインテリアなどはブーシェの作品に共通して見られる要素である。それは画題の不白さと相まってしばしば批判され後年の評価を下げる一因ともなった。繊細を極めた色の扱いはここでも発揮される。 浅く均一な表面を作り出す目的で下地には白が使用され赤、青、木の絵の具をピンク、水色、淡い黄色といった控えめな色合いに弱めるのに成功している。色相は見事に合わさっているが、明度や影の深さははっきりとしない。ありがとうございます。